ということは、はい、正直このマイクは今邪魔ですよね。はい。でも本当にここは大事なんですよね。はい、大事なんですね。一気に塊にしないのはなんでなんですか？やはりですね、塩水と小麦粉をですね、丁寧に混ぜてあげるわけですね、はい、やはり美味しくなれ美味しくなれとこの、気持ちを込めて練ってるわけでございます。はい、もう社長たくさんの方が目の前で見てらっしゃる。最後の足指ですね。はい、はい、最後の足指、今日は両手で押さえます。はい、本来はこれを足で踏んでいきます。はい、この上で足踏みをするわけですね。はい、讃岐うどんは何といっても足踏みが一番その特徴があります。はい、全国いろんなうどんの作り方ございますけれども、私はやはりこの讃岐の先人が編み出した最高のうどん作り、それが讃岐うどんでないかと勝手に思っております。やせ打ちっていう言葉ですけど、これなんですよね。要はそうですね、棒で打ってるんですよね。はい、ここでグッグッグッとこう打ってる、これが手打ちということでございます。精密ね。だからいろいろ手延べっていうのもありますね。あ、そうですね、稲庭うどんは手延べですよね。はい、ちょうど手内縄を編むような状態でするのが稲庭うどんです。はい、さぬきうどんは手打ち、はい、そして包丁で切るということでございますね。ここが手打ちうどんでございますから、もう今こうグッグッグッと打ちながら伸ばしていってます。間もなく包丁で切れます。はい、これ意外とうどんを包丁で切ります。はい、最後の仕上げでございます。ここでございますね。これでいきますから皆さんご覧ください。